それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4日間の短期決戦で行われていますボートレースケットショップオラレシブシ開設15周年記念、本日最終日を迎えました、はい、来週2レースではいよいよ優勝戦が行われます。さあ長谷さん、昨日参考レースで、はい、準優勝戦を行われたんですが、はい、全てすんなりとはいかなかったですね。ですよね、まあ、結果的に9レースは内寄り両者のワンツーにはなったんですけど、ピット離れで榎木選手と小谷選手が入れ替わってね、そうでしたね。プラス高田明選手が3角にしておーっと思ったけど、はい、1号艇松井選手はレース後言ってました。高田選手チルト 0.5 だったんで3角あるなと思ったって。もう想定してたんですね。想定内だから慌てることなくしっかりスタート決めて押し切った。もうほっとした顔してましたけどね。 でもスタートよく行ったねって話しててね。でも足は万全みたいですよ。そうですか。2号手谷選手もしっかり押してましたからね。そうでしたね。だから3着に岡谷選手が絡んだことで、3連単意外と高配当となりましたね。本当跳ね上がって3連単ちょっとびっくりしました。はい。そして10レースですよ。そう、ここね、昨日のね展望番組で尾崎選手本命にはできなかったんだけど、はい、あの結果的に先に回ったけどもうバック大混戦になってね。そうでしたね。まあ、僕の本命した村岡選手はもう1番が出番がなかったんですけど、1が先に回ってお2が刺したと思ったらその内から青い今井選手がグググググって伸びてきましたね。強烈でしたね、バックの伸び。新田選手は展開的に体型的にあれ僕一着と思いました。そしたら出てこられました。今泉選手チルト 0.5 に跳ねてはいるけど、はい、伸び強力でしたね。でしたね。そして、まあ、新田選手が2着に来て、まあ、尾崎選手はねもう悔しいけど3着来た。いや、それ変わってたんですけれどもね。本人はもう選手の問題ですよって言って、いやでもよくスタートまず行ったって。そうですね。あの彼ね、はい、レース間特訓2走ともスタート01だったの。バチバチ。そうなんですね。とにかくもう地元で優勝したいという気持ちが伝わってきたんだけど、ちょっとね残念でしたけどね。そうですね。ただこのレースは満州でしたね。はい。もう長谷さんもしっかり穴の匂いは嗅ぎ分けていただきましたね。そうだね。はい。さあ、そして11レースは予選トップ通過の小原選手。ここは堂々と押し切りましたね。そうですね。ただ枠内さん3対3になって4コースから西村選手がスイートが出てきたんですよ、はい、だから2と3バッて見てあ来たというのを警戒して2と3がどっちも握る展開になりました ね、うん、そうでしたね。ただ西村選手は冷静に刺して2着、はい、今節はねデビュー初優勝狙いますよって言ったよ。有言実行、素晴らしいですね。いやいい走りしてるよ。130機、そうですね、初優勝しましたね。はい。こう見るともう A 級実力者からクレッシュなルーキーまで前揃った見応えのある優勝戦となりそうですね、はい、さあ優勝に輝くのは誰になるのか。それでは早速優勝戦メンバーをご覧いただきましょう。さあ本日の優勝戦ご覧の6選手で争われます。フライング出遅れ持ちはいません。そしてモーター評価を長谷さんにいただきました。皆さん見てもらって分かるけど7点満点で7点が松井選手と今井選手もしてるんですよね、ここが2強ですね、うん、松井選手はもうね本人コメントが足はめちゃくちゃいいですよって、うん、完璧な仕上がりってバランスよく全部が上位と思います。いいコメントですね。特に出足回り足、伸びはどうかなと聞いたらいや伸びもね全然いい人と比べて僕悪くないですよって言ってましたからね、うん、おいい仕上がりだなと、はい恐縮ですって言ってましたなんだなんだ松井選手大村よく走り今回初優勝なんですよね。意外とだから、ね、やっと優勝できましたって言いました、うん、ただ僕の中では伸びは今泉選手と思うの。これ48号機、うん、初下ろしは赤羽克也選手はこう出足強力で切実だった。そうでしたね。今回はチルトプラス 0.5 にしましたよ、うん、そしてプロペラ調整も重めにしてるってやっぱり伸び型だって、うん、でもね回り足もいいんですよ、ただ重めにしてる分スタートがしづらいって。あ、そうですね、だからその手前に重さがあるんだって。でもね昨日のもうバック伸びたでしょ、はい、あと今井さんに聞くと周りが自分が伸びてるって分かってるから警戒されてるって。あ、スタートでちょっと合わせられたりとかしてるからね。だから自分がスタートいけてない分ちょっとなんですけどでも道中の足抜群ですよ。だから2強
桑原選手正直これね引き目に見て5点中の上手してる。あ、そうなんですね、バランス型どこがいいはない。正直言うと本人のコメントは普通、はい、確かに新聞の中ではエンジン評価には20丸入れなかった。ただ どっちもちょっとは普通よりあるのかな。彼を4点にしちゃうと実は新田選手は普通にしてるけど、はい、桑原4にすれば新田選手がこう3になっちゃうような関係性。あ、なるほど。だからまあ中の上ギリギリあるかな、まあ、4点何歩 4.5 とかのぐらいの気持ちで桑原選手。ただ丹下選手はこれは出足がいい5点、はい、西丸選手は伸びる、うん、チルと 0.5 にするんだろうね、多分 0.5 したら伸びる、はい、ただねに話を聞くと西丸選手聞くと伸びは今泉選手の良かった時があるっていうんで、やっぱり伸びは3番だと思う。もう西丸選手もいいですが、それ以上に今泉。あ、なるほど。こうなるとセンター怖いですよね。でもね、やっぱり気力強化見てると、うん、まだモーター新しくなって間もないけど、はい、初卸し前回良かった人236がやっぱりいい感じですよね。確かにそうですね。丹下選手は今節はチルとゼロに跳ねてペラ調整して出足が良くなったって、うん、吉川選手の時はマイナスだったんですけど ね、 そうですね、これ変わったって言ってた。だからちょっと気力差がある優勝戦だなと思います。なるほど。だから桑原選手は今日のね当日コメントでどうなってるかよね、うん、5でいいのか4になるのか、うん、っていうところですね、気になるのはね。わかりました、はい、さあまずは優勝戦メンバーと気力評価ご覧いただきました。さあ続いて第12レース優勝戦の展開予想です。フリップをご覧いただきましょう。さあ第12レース優勝戦まずは見どころです。さあスタートに集中だ、昨日強敵多くても桑原優が逃げて V へと上げていただきました。2番と3番が出てますからね。そして6番も出てますからね。いや、外から来るのも怖いですよね。ですよ。ただ桑原選手今節は6走中5回がトップスタート、はい、とにかくスタートはいきます、はい、2番3番6番出てる。もうそんなちっちゃいことは気にするんだ。それ若ちこ若ちこ今日イベントでユッキーが今日来るんですよね。そうなんですよね。もうそこも関係も足がどうのこうのどうのスタート決めても先に回りなさいと。そうですね。もうだからここはもうしっかりインから先とにかく、まあ彼にとって唯一いいのは出てる人が的なりにいるからスタートはしっかり行けば先に回れる、はい、それとあと進入も枠ないと思うからスタートに集中できると思う。なるほど。あとはもう先に回ってどうなるかですよ。うん、ただもう3番と2番対抗これどっちでもいいと思った、はい、でも僕は伸びがすごいということで今泉選手、うんうん、もちろん松井選手も出やすいと抜群だから指してね好勝負だった。だからすんなりなら1、2か1、3最後の印は4番も考えたけど外から伸びてくるのが西丸選手なんで、うん、最後の印はちょっとね6人ちょっとね頑張れ来るかもしれないぞ期待するぞということで6回した、はい、ただフォーカスとしては2と3の壁はちょっと高そうだな。うん、桑原選手が握れば1、2か1、3、はい、もう本当絞るのは1、2、3か1、3、2だと思う、一応3着に6と4を入れましょう。5番仁田選手展開もろもろあるかもしれないけど正直足は苦しい。なるほど。6が伸びてくるだけにスタートよほどいかないときついと思う。だからまあ買い目のフォーカスはこういうふうに出しました。はい、買い目は1番の頭から2着2番3番3着2番3番6番4番上げていただいております。さあそして狙い目やっぱり足ですよね。桑原選手が先に回っても足の差で刺されたりバック出られたりする可能性がゼロじゃないな。うんですね。今泉選手大村ってねルーキーシーズン新入固定のルーキーシーズン6コースから幕出して優勝したり、うん、前回はあの当時の A 席19号機で2コースから差し優勝したり、はい、とにかくねコース不問。確かに今節ね前勤日もね今泉選手ねこれあの初押し良かったんで SG があるんで君がまた優勝すればこれ A 席になるかもしれないからっていうような話をしたぐらい、はい、でもちろん2番も足がいいから大村初優勝初 V も狙えそうだしね、うん、だからちょっとここ1に倒っては足で2と3怖いな、ね、だから一応こういったフォーカスも入れておきましょう。はい、狙い目は3番の頭から1番2番の2、3着折り返しそして2番の頭から1番3番の2、3着折り返し上げていただいております、はい、
まあここ本当に厚めに買うんであれば、この内寄り3点ですか。そうだと思う。ちょっと2と3の出方は違う。でももちろんさっきも何でも言われてる6もいいからね。そうですよね。はい、叩く原選手、ここはもうとにかく意地がありますから、す、ね、先に回りますよ。はい、さあということで第12レース優勝戦はこのように展開予想いただきました。ぜひ参考にされてお楽しみください。さあ長谷さん、本日は表のピット解説にも登場していただきますね。この説は頑張りたいですね。1レースからもちろん優勝戦第12レースまで予想いただきますので、はい、そちらも合わせて参考にされてください。さあということで、展望番組をお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。